イオルツ。元気ないね、イルザ。もしかして故郷に帰りたいの？その帰りたいっていうわけじゃないんだけど、まだ答えが出なくて。決められないならずっとここにいればいいよ。外の世界は危険がいっぱいだけど、この森にいれば大丈夫だよ。俺も君を守れるように頑張るし、だからお願い、ここにいて。ルッツ、話せよ。帰るか帰らないかはこいつ自身が決めることだろう。何度も言わせんな、ハルルト。じゃあ聞くけどさ、ハルはこの子がここを出て行っても寂しくないの？それは、ハルは結局カッコつけたいだけなんだよ。本当は俺と同じ気持ちのくせに。ルッツのやつもしつこいな。ごめんね。なんでお前が謝るんだよ。私、二人に心配かけてるから。心配？うん、ハウルルトとルッツの意見は違うけど、二人とも私を心配してくれてるんだなってことはすごくわかるから、だからこれ以上心配かけないように私がしっかりしなきゃね。そりゃちょっと心配だけどな。え？なんでもない。とにかくお前は自分のことだけ考えてろよ、ハルルト。どうしたの？おちびくんがこんなところにいるなんて珍しいじゃない。ほっとけ。お前がいないと寂しい。素直にそう言っちゃえばいいのに。別に俺はそんなこと。姫が心配なんでしょ？決まってんだろ。そういうことはちゃんと本人に伝えた方がいいよ。ルッツ君ほどストレートでなくてもいいからさ。伝え方なら他にもあるし。伝え方？姫を振り向かせる魔法の言葉。なんだよそれ。知りたい？それはね、せなかったし、なんだか気まずいな。よし、できた。次は。イルザ。あ、ハルルト、びっくりしたじゃない。悪い。その、手伝おうと思って。あ、ありがとう。いや。お前が喜んでくれるならそれでいいっていうか。え？ハルルト？お前のその、その何？そのエプロンに似合ってるなって。え？その髪の毛もふさふさのクマの毛並みみたいで。クマ？あ、いや、サラサラの馬の毛並みみたいで。馬？
とにかく綺麗だなって。ハルルト、もしかして。たまたまだ。たまたまそう思っただけで。やっぱり何か変。え？ハルルト、具合が悪いんじゃないの？だって顔も赤いし、言ってることもなんだかよくわからないし。料理はもういいから、今日は早く休んだ方が。なんでそうなるんだよ。なわけねえだろ。え、なんで怒ってるの？お前こそなんで素直に受け取れねえんだよ、この鈍感女。何よ鈍感って。私はハルルトを心配していただけじゃない。へえへえ、わかりましたよ。お前に繊細さを求めた俺が悪かったよ。ハルルトだって繊細じゃないくせに。なんだかハルルトらしくないよ。ハルルトは一体何がしたいの？何がって、それは。俺は、もういい。ハルルト、また喧嘩しちゃった。じゃあ聞くけどさ、ハルはこの子がここを出て行っても寂しくないの？それは、私は寂しい。素直にそう言えばよかったのかな。ハルルトとこのまま喧嘩別れなんてしたくないのに、どうしていつもああなっちゃうんだろう。ちょっと来い。え、あ、ちょっと。いいから来い。足元気をつけろよ。うん。あ、高い。そこ座れよ。見てみろよ。上？わ、綺麗だろ。ここからだと空が一番近くに見えるんだ。星空が好きって結構意外だね。なんだよそれ。ユリアンとかならわかるけど。らしくなくて悪かったな。ごめん、そういうつもりじゃなかったの。別にいいさ、確かに俺らしくねえもん。これも俺らしくねえけど。お前に夜。え、いいの？
く素敵。どうしたのこれ。作った。え、ハラルトが？また似合わないって言いたいのかよ。そうじゃないよ。ハラルトが器用なのは知ってたし、でも本当にすごいなって。でもどうして私にくれるの？イルザ。何？お前に。私に？ハラルト、どうしちゃったんだろう。でも、なんだか私に大事なことを伝えようとしてくれているような、そんな気がする。ハラルト、続き話して。私最後までちゃんと聞くから。イルザ、かっこ悪いな、これ。嬉しかったんだ。嬉しい？俺いつも短気で、考える前に突っ走って切れてばっかでさ、いつもクラウスとか周りのやつに噛みついて呆れられてばっかだった。でもお前はさ、喧嘩したって俺のそういうとこもひっくるめて全部受け入れてくれたから、だから感謝してる。ハラルト、その故郷に帰ってもさ、俺のこと覚えててくれよな。ありがとう。なんだよお前、泣いてんのか？え？これぐらいで泣いてんじゃねえよ、バーカ。泣いてないもん。とにかく、これ、大事にするね。ああ。器用だな。ちょっと待ってろ。本当に素敵。クラウスに取られたお前の指輪ほどじゃないだろうけどな。ああ、だけど指輪がどこにあるかわからなかった。お前がここを出ていく前に取り返せればいいけど。ううん、いいよ。なんでだよ、大事なんだろ。あの指輪は両親にもらった大切なものだけど、今はこのネックレスだって私の宝物だもの。イルザ、お前って本当にお人よしだな。そうかな。お前はさ、誰かを許せないって思ったりしたことないのか？え？俺は許せない。俺の大切なものと、お前の村を奪ったエーレン・フリートが許せない。強くなりたいんだ。弱いままじゃダメなんだ。ねえハラルト、前から聞いてみたかったんだけど、ハラルトはどうして強くなりたいの？え？何のために強くなりたいの？それは
じゃないと思うんだ。だから決まってんだろ、復讐のためだ。そういや、まだ話してなかったな、俺の呪いのこと。俺、シュタールにいた頃、町の工場で働いてたんだ。工場やってた親父が早くに死んだから、俺が親父の仕事を引き継いだ。その工場は、生活に役立つ工業製品を作るとこでさ。物を作るのが好きな俺にとっては天職だった。そうだったんだ。それでアールルトは今でも器用なんだね。だけどシュタールが戦争を始めて、俺の工場もその兵器開発に携わるようになったんだ。作ったものが人を殺すための兵器になったって知って、頭の中が真っ白になって。そんな時エイレン・フリートが俺の工場の視察に来た。もともと俺の工場の開発技術に目をつけていたらしい。エイレン・フリートはより残酷な殺戮兵器を作るよう工場のみんなに命令した。俺は我慢できなくて王子に言った。なんでそんなものが必要なのかって。そしたらあいつは虫けらを排除するのに必要だからだって笑いながら言ったんだ。ひどい。ハラルト、俺はとっさにエイレン・フリートに殴りかかって、王子に対する反逆罪だと言われて兵士たちに取り押さえられた。そうしたらエイレン・フリートは連帯責任だって楽しそうに笑って、俺の目の前で工場のみんなを射殺させたんだ。その後、エイレン・フリートは俺に呪いをかけたんだ。お前の罪はフンヌ、その力で全てを破壊しろってな。ちくそ、わからねえよ、なんであんな目に遭わなきゃならなかったんだよ。俺は何も守れなかった。アルルト、辛かったね。許さない、許さない、絶対に。ダメ、ハルルト。俺は強くなってシュタールに復讐したいんだ。エイレン・フリートを殺して死んでいった仲間の弔いにしてやるんだ。本気で言ってるの？え？エイレン・フリートを殺したって仲間はもう帰ってこないんだよ。私はハルルトに人を殺してほしくない。
ための強さなんて無意味だよ。じゃあどうすりゃいいんだよ。このまま黙ってシュタールの応募を見てろっていうのかよ。そうじゃないけど、ハーロルトにはもっと未来を見てほしいの。誰かに復讐する未来じゃなくて、もっと違う未来なんかねえよ。ハーロルト。